大臣です。いつもいいね、高評価ありがとうございます。今回はあなたはどっち推し、直進と欲上進の違いと特徴、メリットデメリットについて解説していきます。いきなり質問なんですけど、直進使って失敗するんだけどうちの病院コストかかるからって欲上進使えないんですって人、これどれくらいいますかね。もしよかったら現状病院で使っている針についてちょっと知りたいので、私の病院では直進使ってるよとか、私の病院では欲上進使ってるよとか、コメントを残してくれると嬉しいです。ということで、あなたの職場がどっち推しなのかっていうのは分かったんですけど、コスト面だけで針って選んでいいものなのかということです。これは直進欲上進を使うにしても、どちらにも特徴がありメリットデメリットを押さえておく必要があります。っていうのも、採血や注射を行う患者さんって本当に様々で幅が広いんです。年齢で言ったら0歳から100歳くらいまで、血管で言ったら自分の小指くらいのサイズからもうね、釣り糸レベルっていう人まで本当に様々なんです。こういった対象に同じ道具で対応するって適切ですか？かなり高齢で血管が細くて弾力のない患者さんに、欲上進の使い方がわからないからって直進でチャレンジしたり、逆にいくら安全性が高いからって小指くらいの激太な血管が浮き出ている若い男性の採血をむっちゃ細い欲上進で採血したりするのってどうでしょうか。今回の動画を見れば、直進と欲上進の違いと特徴、メリットデメリットを理解できます。そしてさらには、さまざまな患者に合わせた針や採血道具が選択できる看護師になれます。もしもうできてるよっていう人は、新人看護師がこれから入ってきます。そういった新人看護師さんに適切な針の選択ができていない、そういった時に指導や説明する時にこの動画で学んだことを使ってもらえたら嬉しいです。また自分のこれまでやってきたことの比較に使ってもらえたら嬉しいし、いろんな意見もあると思うので、コメントに残してもらえると僕も勉強になるんで嬉しいです。また今回の内容は採血のガイドラインや研究結果などを参照にした内容も入れているので、気になる方は概要欄をチェックしてください。このようにこのチャンネルでは、注射や採血、ルート確保のコツなど注射に関連する動画を中心に、看護師のためになる動画をお伝えしています。他にも採血スピッツの順番や、採血途中で血液が止まった時の対処法についてなど、たくさんの動画をアップしています。もし今回の動画が少しでもためになった、今後も定期的な情報収集源にしたいと思った人は、チャンネル登録して一緒に学んで一緒に成長していきましょう。それでは内容に入っていきたいと思います。今回は直進と欲上進の違いについて大きく3つの段階で解説していきます。まず1つ目は直進と欲上進の形状について、2つ目が直進と欲上進の特徴とメリットとデメリットについて、3つ目がそこから考える看護師が行うべき行動について、この3つの内容でお伝えしていきたいと思います。では早速1つ目の直進と欲上進の形状について解説していきます。まずは直進です。これの特徴としては、見た通りまっすぐです。ザ・針という感じですね。そして直進を使用する時のこの針の太さや長さはゲージ数によって様々ですが、基本的には欲上進より直進の方が長いのが特徴です。そしてこの直進を注射シリンジや採血ホルダーに装着して使用していきます。そして次にこれが欲上進です。見ての通り羽がついています。というのもこれは羽の部分を持って使用します。そして針の長さは直進と比較すると明らかに短いことがわかると思います。また羽の後ろにチューブがくっついています。だいたい約30センチ程度のチューブです。このような形状になっています。これで針の形状はだいたい把握できたと思います。続いて直進と欲上進の特徴とメリットデメリットについて解説していきたいと思います。今回の動画はここが伝えたくて作ったと言っても過言ではありません。比較するにあたり6つの項目で徹底的に比較しました。まずはこちらの比較表をご覧ください。採血成功率、患者不快度、神経損傷リスク、採血部位の選択、凝固血沈用採血管、コスト、この6つの項目で比較しました。では早速採血の成功率と患者不快度についてです。これは注射する側もされる側も成功率が高くて患者への不快度が低いに越したことはありません。ズバリ結果からお伝えするんですが、欲上進の圧勝です。というのもこれは2004年に実際に直進と欲上進の成功率と患者不快度を比較した研究がされています。
その研究結果からも優位に採血の成功率が高く、また患者の不快度が少ないという結果が出ています。もしこの研究結果が気になる方は概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。次に神経損傷の頻度についてです。もうこれも結果は翼状心の圧勝です。この比較表の結果は直心が高い、翼状心が低いというざっくりなものになっていますが、実はこの翼状心が神経損傷の発生リスクを減少させるのかという研究もされていて、この研究でも1週間以上手のしびれが続くなどの神経損傷の可能性が高い症状の頻度は約6分の1に低下したという結果も出ているんです。それにしても6分の1っていうのはやばくないですか？絶対翼状心使いたいってなりますよね。もうね、ここまで情報を聞いただけでも成功率は高いし、不快度も神経損傷リスクも減少させてくれる、もう使う針は翼状心しかないでしょってなりますよね。でもね、ちょっと待ってください。この情報を聞いただけで翼状心を使うっていうのはお勧めできません。というのも、いろいろな患者さんの血管や状況に対応できる看護師になれるかって言ったら、なれないからです。ここまでの情報を聞いたおかげで、明日からとにかく翼状心を使う看護師が日本中に増えられても、僕は責任は取れません。だからここからが大事なんです。この成功率が高かったり、不快度や神経損傷リスクが低いという事実は、なぜ起きているのかという理由を考えて、そして自分なりに解釈することが大切なんです。ということで今回は早瓶なりに、この翼状心がなぜ不快度や神経損傷も少なくて、成功率も上げるのかということを考えた過程をお伝えしていきたいと思います。では早速、なぜ翼状心は成功率が高いのに直心は成功率が低いのってなりますよね。そう、これを僕が考えた時に、まずこの形状ですよね。直心ってこの針の部分が長いんですよね。それに比べてこの翼状心は針がかなり短いです。もうね、さっきも言ったんですけど、針先が近ければ近いほど手の感覚に近いので、針先を制御しやすくなるんです。まあね、ちょっと実際見てみますね。でこれが直心なんですけど、直心ね、やっぱりね、ここからここが長いんですよね。なんでここを持つと、この自分の指先の感覚ってやっぱりこれだけあるんですよ。そしてそれに比べて翼状心っていうのはこうやって持つと、ほら、めちゃくちゃ短いですよね。もうね、こんなに違うんですよ。こんなに指先からの距離が違うんです。これってね、言ったら、まあね、僕ね、昔卓球っていうのをしてたんですけど、卓球のラケットってこうあって、まあしゃもじみたいなのがあって、すぐ近くを持ってピンポン玉打てますよね、こうやって。だけどあのしゃもじの持つところがかなり長くなって、この下の方を持ってピン球を打てって言われたらね、これね、めちゃくちゃ難しいんですよ。もうね、それと同じなんです。だからなんかね、ちょっと分かりづらい例え話になったかもしれないんですけど、このね、手元にめちゃくちゃ近い感覚で持てる翼状心に比べて、このね、直心っていうのはかなりね、自分の指から離れた場所に針先があるんです。だからね、制御がしにくくなってしまうということなんです。だからもうね、この絵の長いラケットを使って卓球しようっていう風に思った時には、それなりにこの絵の長いラケットを、まあ、特徴を知る必要があるし、使えるようになるためにはそれなりにこの絵の長いラケットで練習を積まなければならないんです。だからって直進しかない病院なんていうのがあれば、直進での注射しかやることがないから成功率も上がるんですけど、そんなところってほとんどないと思うし、やっぱり注射をする以上注射失敗したくないし、何より患者さんに痛い思いをさせたくないって思いますよね。そうなるとやっぱり使いやすくて成功率の高い翼状心を使うことが多くなるんです。するとさらに直心に触れる経験が少なくなってしまうんで、たまに直心を使って失敗してしまうという流れになってしまうんですよね。じゃあもう翼状心だけ使えばいいじゃんって思いますよね。確かになんです。しかもこの比較表を見ても、採血部位の選択も翼状心の方が小さいので、手配や前腕、下肢にも使いやすいし、本当にいいとこだらけなんです。でね、もうこうなると注射や採血は翼状心の一択じゃんってなってしまいそうなんです。だけどここでやっと翼状心のデメリットと言える部分の話ができるんですけど、翼状心のデメリットは
まあね、数は少ないんですけれど、これが僕らを悩ませる大きな原因なんです。直進と比較すると欲上心の方が明らかに高いんです。高価なんです。じゃあどれくらいの値段の差があるのよって思いますよね。まあね、それがね、いろいろ調べてみた結果、だいたい直進は100本売りで800円くらいから1000円くらいっていう風になってました。そしてね、それに比べて欲上心は50本売りですよ。50本売りで3000円から5000円くらいっていうのが相場みたいですね。まあ1本あたりの価格で直すと、直進はだいたい1本10円、欲上心はだいたい1本60円から100円くらいなんですよ。って言ったらやっぱりね、欲上心の方が6倍からね10倍くらいのコストがかかるっていうことになってしまうんです。もうね、コストっていうのはあんまりね言いたくないし、患者様第一っていうのを考えて、やっぱり医療とか看護とかやっていきたいって思うんですけど、まあね、でもこれだけねコストに差があるとね、なかなかコストってね、やっぱ切り離せられないような問題になってくるんです。まあね、わかりやすく、まあ、説明すると、もしあなたがタピオカ屋さんだとして、タピオカの入れる容器ありますよね。あのちょっとおしゃれなような容器があったりします。あの容器が2種類あるとします。まあ、1つ目がシンプルだけど容器の機能としてはしっかりとした役目を果たしてくれる容器。そして2つ目はめちゃくちゃ可愛い素材でできていて、ちょっとスタバ風でイケてるような容器。まあ、こういった2つがあるとします。まあね、これはもちろん2つ目の容器がいいに決まってるんですよ。まあ、しかしここで問題になってくるのは、この容器のコストなんです。まあ、1つ目の普通の容器ですね。普通の容器は20円なのに対して、2つ目の容器は200円もかかってしまうんです。となると、本来300円で販売するはずのタピオカが、利益が280円。まあ、20円なんで、300円から20円引いて280円ですよね。に対して2つ目の容器だと200円もかかってしまうんで、まあね、利益はたったの100円っていうことになってしまうんです。ってなると全く利益が変わってくるんです。駐車芯の値段をタピオカに例えるのもどうだとは思ったんですけど、まあ、ちょっとイメージしやすさっていうのを考えて、まあ、タピオカ屋さんで話させていただきました。まあね、しかもですよ、タピオカよりも確実に毎日採血や注射っていうのは行いますよね。回数に比べると、まあ、注射とか採血の方が多いんじゃないかって思います。もうこのコストだけ考えても膨大なものになってしまうんです。こういったコスト的な違いっていうのがあって、ここだけ欲上心はデメリットっていう部分がこのコストだったりするんです。もうね、コストの安い欲上心があれば何の問題もないんです。誰か作ってって感じなんですけど、まあね、こんな感じでこれまで説明してきたように、直進と欲上心には様々なデメリットとかメリットがあります。まあ、簡単にざっくりまとめると、高級だけど使いやすさも良くて神経損傷するリスクも少ない欲上心と、安価だけど使うには練習が必要で失敗するリスクが高い直進という感じです。あなたはこの直進と欲上心の特徴を知った上でどのように使いますかということです。病院によっては欲上心しか使っていないっていうところもあったりします。そういう病院で働いている人は欲上心の使用方法について追求していけばいいだけなので、何も考えることはありません。とにかく安心安全に欲上心の採血や注射が成功するために、コツ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 勉強を積み重ねてください。しかし直進欲上心のこのどちらも使っているという施設や病院の人も多いはずです。っていうかほとんどだと思います。この人たちはどのようにこの直進と欲上心の使い分けをしていきますか。これは日々注射や採血をするときに投げかけられる問題です。最初にも言ったように、0歳から100歳を超える方までいろんな人がいて、いろんな血管に遭遇していきます。僕は看護師としていろいろな血管の状態を見て、触れてアセスメントして、各患者さんに適した道具の選択ができる看護師になりたいと思っています。そして注射や採血、ルート確保の成功率を上げていけるよう、これからも一回一回の戦死する機会を大切に勉強を続けていきたいと思っています。皆さんも一人一人一回一回の経験を大切に、一緒に学んで一緒に成長していきましょう。本当に最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。ということで、今回は直進と欲上心の違いと特徴、メリットデメリットについて解説していきました。
このチャンネルでは他にも注射や採血のコツ、ルート確保のコツなどを中心に看護師のためになる動画をお届けしています。もし今回の動画が少しでもためになった、今後も定期的な情報収集源にしたいと思った人はチャンネル登録して一緒に学んで一緒に成長していきましょう。最後にいいねをしてくれると動画作成のモチベーションアップにつながります。本当に最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。